肩ってどこなの？クリームもお願いしますか？どこだと思い？知らねえよ。私も飲みたいわ。いいお天気だね。いい。葵様もいかがですか？コーラはねえの？コーラは。コーラ？あ、舐めてんのか、おい。でも、証拠の言う通りずっと南東に向かってるけど、ちっと魔法を解く手がかりなんて見つからねえじゃねえか。私の占いに間違いはないのよ。悪いけど。なんだ？何かあったのか？海だ！青ちゃん、海だよ！海がどうした？私、海見るの生まれて初めて！おっきい！青い！これが海なんだね！ついてけねえんだよ、もう。ねえねえ、あれに乗ってかない？小舟？こんなおんぼろにか？船に乗ったことないから乗ってみたいんだもん。空飛んでった方が早いって。風が気持ちいい。聞いてねえよ。カモメさん。はーい。呼んでみただけ。クモさん。その隣のクモさん。離せ。止めるな。幼稚園のバスか、この船は。もう嫌だ。俺はもう嫌なんだよ。誰も止めてませんけど。でも飛び込んだりしたら一番嫌がってたカエルになっちゃうよ。そうですよね。だから誰か止めてくれると思ってたんだよ。本気で飛び込むわけねえだろ、バカ野郎。バカ野郎って青ちゃんよく言うけど、バカ野郎って何？バカ野郎っていうのはな、珍しい生き物だよ。見てみなよ。見たくない。見てみなよ。海っていろんなのがいるんだね。これなんていう生き物？教えて。見たくないって。見なよ。いやー、巨大イカだ。巨大イカさんっていうの、私ミモリです。ミモリ、バカ、逃げろ。逃げるな。さな。わー、よかったよ。うん、この人魚さんが助けてくれたんだよ。あなたは？人魚のお姫様でマリナさんって言うんだって。マリナさん。でも浜で見かけた時はちゃんと足があったぞ。ちゃんと。どうせ私はちゃんとしていないんです。葵様、命の恩人を泣かせて。いや、その。恩人？恩魚？あ、足になった。なった。なりましたね。実はこれには訳があるのです。はあ。あれは嵐の夜のことでした。王子様の船が嵐で難破し、私は海に落ちた王子様を助け、その
恋をしてしまったのです。でも私は人魚。魔法使いさんに人間にしてもらうしかなかったんです。ああ、その話なら知ってますよ。魔法使いに人間にしてもらったのはいいけれど、3日目の朝までに王子と結婚できないとあなたは泡になって消えてしまうんでしょ。その通りです。そして今日がその3日目。それに人間になれたのはいいんですけど、水に触れるとまた元の人魚になってしまうんです。かわいそう。どこかで聞いたような。こんな体じゃお嫁になっていけません。毎日城の近くまで行っては泣き泣き帰ってくるのです。マリナさん。そうだよな、わかるぜその気持ち。俺だってこんな体じゃ。もう生きてても仕方ありません。早くやってください。私はもう。マリナさん、ミモリが力になってあげる。気を落とさないで。ミモリさん、最後まで諦めちゃダメだよ。ありがとうございます。あれが王子様のお城です。そういうことじゃねえだろ、力になるってのは。誰だ、無礼者。あ、兵隊さん、私ミモリって言います。私たち王子様にお目にかかりたいの。紹介状は。紹介状？王子に会えなきゃどうしようもねえな。やっぱり。うわ、だからいいこと思いついちゃった。え？ごめんね、青ちゃん。うわあ！ミモリ。ごめん、でもいい考えでしょ？カエルになればあの門の下の隙間から簡単にお城に入れるよ。こんな格好で愛のメッセンジャーかよ。お願いします、葵さん。葵ちゃんしっかりね。葵様。似合わないんだよ、人がせっかくやる気になってるのに気分壊すな。たく、リープのやつ水を差しやがって。王子様っと。やけに広い庭だな。王子様。やや。うわあ。怪しいやつ、何者だ。何者だ。どっから入った。つまりそのはっきり答えんか。好きだ。いきなりそんな、こんなタツのお年子でよろしければ。あ、出会えて偽物じゃ。君、誰？好きだ、好きだ、好きだ！あんた、ひょっとして、王子？気持ちは嬉しいけど。違う！え？私のことを、好きな少女がいる？そうです。それを伝えるために、俺はこんなとこまで。その少女は嵐の日に溺れるあなたを助けたと。え？その少女はどこにいるんだ？
教えてくれ。おー、あの子はあなたの探していた人なんですね。違う違う、よく似てはいるが、あの子ではない。私を助けてくれたのは。そんな。王子様を助けたのは確かに私なのに。元気出して、マリナさん。もうダメなんです。そうだ、魔法使いさんに頼んで魔法を解いてもらえばいいじゃない。その手があったか。ダメです、魔法使いさんは旅の途中だと。どこにいるのか。いいのかよ、おい。しつこかったものですから。でも、なんか言おうとしてたんじゃねえのか。もしかして話の進行上必要なセリフとか。ああ、お前が何かやると話が止まるんだよ、話が。ほうほうほう、私の出番ねって言おうとしてたんです。魔法使いはあっちよ、あっちにいるわって。かったり。あいつ、いってえな、誰だ。ねえ、だったのか。お前か。懲りもせずインチキな魔法かけやがって。インチキな魔法って。ああ、だってこの子ワンワン泣いてさ、人間になれなきゃ死にますなんて言うからさ。だからってデタラメな魔法かけていいのかよ。で、お兄ちゃん、マリナさんにかけた魔法を解いてほしいの。こいつ、きっと解く方法知らねえぞ。ふぅ、知ってるもんね。なんで人の魔法ばっかり解く方法があんだよ。これだ。うわぁ、びっくりした。この薬を王子にかければ魔法が解けるのね。牛乳じゃねえのか。だから飲むなって。よい、それは偽物だ。はぁ、ついてけね、ついてけねえよ。つまり、この薬を王子にかけるとこの子の魔法は解ける。本当？ただし、今度は王子がカエルになってしまう。明日の日の出までに魔法を解かなきゃこの子は泡になって消える。以上、説明終わり。王子様がカエルに。俺を見るな。でも、それじゃ王子の人権はどうなるんだよ。やるっきゃない。お前は人の話を。さ、行きましょう、急がなくちゃ。だから。何者だお前。こんばんは。こんばんはって。こんばんは。あ、君たちは昼間の。どうしたの、何か用？いえ、その用ってほどでもあるんですけど。すごい用です。うるさい。私たち、王子様にカエルになってほしいんです。どうも、失礼しました。やむを遅く。カエル、カエルもいいかもしれない。え？え？ほら！ほらって。どうせ実らぬ恋、このまま、思いやつれて死ぬのなら。よかった。
夜明けまでに結婚するかカエルになるかしないと、マリナさんは輪になって消えちゃうところだったの。うん。リープちゃん、これはダメなの。蓋開けてくれてありがとうね。では、頼む。カエルも結構楽しいよ。やっぱり寄せ。うわうわうわ、ほ、本当にカエルになった！やだー！やっぱりこんな姿になるのはやだー！悪かったな。わかった！その子と結婚する！本当？よかったね、マリナさん！おめでとう！俺の魔法ね、俺の。素敵。私、人魚と人間の両方の生活が楽しめるのね、マリナ。まあ、結局新たな愛の伝説を作ったってことだな、俺が。伝説の前に俺を早く治すんだよ。お前、あの薬かぶったんだってな。よかったなぁ、なんともなくて。もともとカエルだったおかげだな。全然よくねえんだよ。よかったね、マリナさん。ありがとう、ミモリさん。いやぁ。それじゃあ、また会おうぜ。二度と来るな、バカ野郎。疲れたな、お前。そうですね、あなた。この辺に姫様が立ち寄ったという噂はあるんですがね。あ、姫様ですわ。姫様だ。姫様、姫様、姫様。おーい、風が気持ちいい。さあ、次はどんな人に会えるかな。コーラ抜いて。触れかかる街角は